海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたい。どういうことだ？ご存知かどうか、陽明連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか。広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする？わしらがそこまで話すからには、まず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか、桐生さん。あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが後見人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合はしぶしぶとはいえ飲むでしょう。堂島の龍の名はそれほどまでに力を持っていると私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は？断る。理由を尋ねても、今の東条会は6代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは東条会6代目の裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと、我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、4代目。どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう東条会の人間じゃない。それはおかしいですね。東条会の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか？やめなさい常雄。桐生さんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃあ食事の続きをするとしましょう。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが、南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもって、せっかくの苦労が水縄じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんがん、そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ。まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。高頭、お前ちょっとこっち来い。桐生さん、笑ってんじゃねえてめえ。ママ、帰らなくていいのか。桐生さんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかしもういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛いだろバカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。おやさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それでハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか。うん、私ね、達川君がハルト君の父親なんじゃないかって思うの。はあ？誰なんだ。俺の幼なじみで一緒におやっさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか。いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで達川じゃって思うの。ちょうどはるかちゃんがこの町からいなくなる少し前に、達川くんうちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、おろすべきだって。おろすって赤ちゃんをですか。そうでしょうね。もしかしてその時の達川の電話の相手がはるかちゃんじゃった言うんで。もちろんその時は達川君が誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消したはるかちゃんがハルト君を産んでたってことは。その達川は今どこにいる。ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。ん？音楽か何かやってたのか。いやー、さっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか。達川じゃったら神室町でホストやっとるで。ホスト？高頭、踊りなんでそこあんなこと知っとんねん。わし、あいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。はあ？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの。マジ意味わかんねえ。高頭、そいつと連絡取れるか。いやー、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。神室町か。ハルト、もう少しだけ待っててくれよな。桐生の兄貴、こいつが達川ですわ。こんなやつとはるかが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、はるかちゃんがよりによって達川なんだと。あいつがハルトの父親なのかよ。なんか俺もうハルトのおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあのハルカちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれからハルトのおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。ハルカちゃんはわしらの天使で、確かにハルトはその赤ん坊じゃ。じゃけどユウタの言いたいこともわかる気するわ。でしょ。やめえバカたれども、男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃの、キヨちゃん。あ、お邪魔しますよ四代目。ソネア。お、踊れ。何しに来よったんじゃ。こんけどぶち殺してるぞ。南雲くんやめて。じゃけどキヨちゃん。清美、少し話せるか。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。桐生さん、うん、改めてだけどはるかちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いことはるかの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだねえ、桐生の兄貴、そういやはるかちゃんはどうしてるんすか。なんでハルトのそばにはるかちゃんがいないんすか。おお、そうじゃ。わしらはるかちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと聞けんかったけど。どうしたんじゃ桐生の兄貴。はるかちゃん元気でおるんじゃろ。あいつはカムロ町で事故にあった。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日間前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと。あいつがその事故にあった時ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんなわからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題ははるかがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。そういや達川が組抜けたのってはるかちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけ分かってりゃ探しようはある。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町へ？ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな。ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ、悪いがまたハルトのことを頼めるか？え？私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、桐生さん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。桐生の兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にかはるかちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭がなんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに野郎とつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。達川の野郎、絶対許さねえ。見つけたら二度と立てねえようにしてやる。桐生の兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、分かった。時間食っちまった。桐生さん、ジョーカー、さっき遠くから桐生さんを見かけたもんでさ、もしかしてそこの水軍アパートが桐生さんのやさなの？まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど、桐生さんの方こそ問題ない。ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんだな。そうか。それなら。どうかしたか？いや、桐生さんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあとにかくマサオたちにも桐生さんの事情は伝えとけよ。それじゃあ。